入り合っていきましょう。アンティルドーン実況プレイパート3ですね。これまでのあらすじ、前回のパートの続きをやっていきます。いいじゃん、自業自得だって。そうそうそう、これでハンナが、ハンナとベスが死にました。はい、誰も死なさないって思ってたんだけど、はい、あ、僕の名前はポッキーです。はい、最初挨拶しなかった気がしたんでやっていきます。まずこれグロいよね、何回見ても。言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッド今年も開くことができて、うん、俺の興奮度はマックスだってこと。マックスだってことだよ。みんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。 そして妹たちのために集まってくる複雑な関係の人たち。あー、ちょっとなんだか親密になっちゃってる。なっちゃってる、ね、僕は後ろに移動した。ジョッシュの隣に。衝撃的だろ。どう、バタフライエフェクト。物語はバタフライエフェクトで進んでいく。お、来た。に嫉妬、夜明けまで9時間。そうか、同じに見えるけど。ジョッシュ、ハンナとベスの兄。へえ。複雑って何、気になりますね。ここで育ったからだよ。縮んで見える。確かにそうかもな。おう。携帯の電波とはいつ立てるのさ。禁断症状が。禁断症状やばいなこいつ。すぐにでも作ってやるぜ。そう言われると思ってね。ああ、違うジャケットだったかな。残念。よう、みんな、トラブルなかったか。ベルボーイがいれば最高だけど、まあ、贅沢は言えないよな。普通に来れたよ。ちょっと気味が悪かったけど。いや、ちょっとどころじゃないだろ。ここにまた来るなんてね。おいおいおい、見てる見てる、息荒いよね、なんかこの人。ねえジョッシュ、そろそろパーティー始めない？そうだな。興奮してんのかな。お、なにこれ。心配、噂。うん、心配しとくよ。で、最近どう？妹たちがいなくなって随分直せ。最近どうとか、ね、僕はただ分かってるよ。俺はもう平気だ。ここでやばい、みんなと楽しく過ごせればそれでいい。昔みたいにみんなで。逆に気分悪くなった。くそ、なんなんだよ、凍ってる。あたりだ。嘘。他に入り口は？そりゃあるけど鍵はかかってるぜ。そこを曲がったとこの窓なんかどうかな。開けられそうなやつ。顔近い。待てよ、押し入ろっていうのか。君んちなんだから押し入ることにはならないだろ。うん、俺が通報しなきゃな。お前通報すんのかよ、最低かよ。ではお先にどうぞ。友達が家に来て通報するって最低だよマジで。おう田中、通報するわ。やあシリ。はい、クリス。最低。不安、確信、ちょっと不安だね。やっぱりこんなずっと座ってるとおかしい。調子はどう？まあ寒さでブルブルってとこ。あ、寒いんだね。ここが微妙に不気味ってのもあるけど、確かに変な感じはするよね。するね。ということで行きましょう。お、動ける。さあこっち側か。え、そこでずっと一人で大丈夫？寒くない？俺が温めようか。いや無理だわ、ごめん。では行きましょう。雪の音ほんといいね。なんか光ってところ探せばいいんだよね。今日の足はいい感じだ。なんか急に止まったんだけど、こいつどうした？目立たないけど行ける感じの子っているじゃん。ああ、いるね。パッと脱がして。それは思ってない。ジェルでも作りたいな。どうだ、こいつド変態でした。同意同意。ああ、確かにね。いつになったらハートを射止めるつもりなんだよ。夢の、また夢だよ。何言ってんだ、24時間ほとんどお前と一緒にいるじゃねえか。家族みたいなもんだね。そうだけど友達だよ。おい、いいか、この綺麗な景色を見渡すんだ。親は、いないだろ。こんなにチャンスが溢れる完璧な状況はそう簡単に作れるもんじゃねえ。確かに。お前とアシュリーが二人っきりになれる土台は十分だ。チャンス逃したらもう来ないかもしれないからね。ここで一発決めろ。わかったな。この顔なんだよこれ。めっちゃおどおどしてんじゃねえかよこいつ。同意。チャンスはやっぱ一度しか来ないから。お前はハンターだ。それを逃したら終わり。それも情けもない。いいか、あっという間に落ちるさ。はいはい、分かったから。もうもうって、こいつちょっとオカマ入ってるね。じゃあ行きましょう。奥行けばいいのかな。それでどうやってうちのロッジに押し入るつもりなんだ。まだ割ればいいじゃん、そこらへん。
ちょ、そんなこと一言も。考えあったんじゃねえの。早くいいアイディア出せよ。じゃないと可愛いので4人のケツがみんな凍っちまう。そんなことになったらやるどころじゃなくなっちまう。やるどころじゃない、こいつら下ネタしか話さねえんだけど。大好物です。あ、こういうとこから、あ、入る。光って光ってる。なんか光ってるけど、なんか奥が気になる。待って、先にこっちを見るんだ。こっちも光ってる。これに気づける男のポッキースイーツです。よしいぞ、天才くんのお出ましだ。あ、いいね。なんだ、これを使ってあれか、やるパターンか。なんか丸けだな、この状況。この状況で1時間放置しようかな、これ。だいぶあの右のやつの腰が多分痛くなるだろうね。んで、左のやつはちょっとなんか、よくわかんない。中二病みたいになってるけど。押しましょう。いいぞ。うまくいってるぞ。いい感じだ。完璧。え、もう入っちゃうの？入っちゃわないよね、まさか。え、え、調べなかったのに。え、先調べるべきだった。うわ。おー、こけんの、こけんの。嘘、入っちゃうの？おー、お前死ぬんじゃね？なんもなくてよかったね。ダサ。大丈夫。クライミングの授業受けときゃよかった。体育のこと？お前、受けても死ぬんじゃない？そうそう、ロープを登るやつ。うお。ん？僕のせい？お前のせいだ。多分違う。違うんかい？ほら、これ使え。ライト。いや、ライターだ。そうだ、クリス、いいこと思いついたぜ。本当？最高に。な、何さ？いいか、確か洗面所の一つに俺のデオドラントが置いてあるはずだ。そいつと一緒に使うんだよ。全然わかりました。デオドラントどう使うのさ？スプレーだよ、吹きかけろ。ああ、なるほど、納得。火炎放射器さ。こいつバカだろ、絶対。子供の頃思い出すよね。ああ、前にやっただろ。スプレーをライターに向けて。凍った鍵にバイバイ。その通り。あとは任せた。俺はちょっと別の用事がある。ちょっと暗いけど大丈夫そうか。まあやるしかない。安全を祈るぞ、旅人よ。うわー、いるよね、ああいうディズニーランドとかのキャストになりきるやつ。待って、後からあのさっき光ったところは取りに行こう。多分行けるでしょう。なんかしてないぞ。おう、なんだこれ。R2。 え、なに？これね、見る動作がいまいちまだ分かってないんだよね。どうみたいに、あ、こうか。トーテムじゃん。え、え、誰か燃えた。悲劇のトーテム。まずい。このままじゃまずいぞ。悲劇が一個溜まった。誰かが燃えちゃう。でもどうしたらいいんだ、一体それは。なに？何の音一体？こっちか？なんかある？見えない、もう。カメラ的に見えないわ。あれ、もう奥行けそうじゃね、なんか。こっちは？こっちの方が行けなさそうか。よし。ゴー。進んで。視点が怖いな。なんだこの視点。いきなりバッと来んなよ、マジで。やめてくれ。あ。あ。なんか絵がある。あ、いいね。終わりか。手がかりを発見。家族写真。これも手がかりになるんだ。へぇ。こいつかっけえな、なんか。メニュー画面で見るこいつ超かっこいいんだけど。はしまった。今のなんだ。いや、しまったんだろう。ね。開かない？開いたし。誰かいるんじゃね？待て、落ち着け。あんまりどかどか行くのは良くない気がする。こんなっけか。行こう。グラフィックすごいな、このゲーム。改めて。何？声聞こえる。え、怖い。光ってる。あ、ここか。メインドア。うわ、ちょっとクリス、何なのよ。え、なんでわかったんだよ。もういいから、早く鍵を開けてよ。了解。了解。オープン。あ、そっかダメなんだよね。スプレー持ってこないとダメなんだよね。オッケーオッケー。普通に開けれるんかと思った。もうなんかノリで。どっちだろう、スプレー。怖っ。何？めっちゃなんかバリンバリン言ってんだけど。
なんかいるだろ絶対 100%。 あ、なんかあるぞ、光ってる。これか、また写真だ。写真多いね。なんか指さしてるんだけど、あいつ何あれ、人を指さすんじゃねえ、うん、いや、ちょっとしない。あ、こっちか。オープン。開かない。なんで開かないのに光ってたの。あそこの扉怪しい。なんか視点が面白いな本当に。これか、また写真だ。写真めっちゃ集めんじゃんこいつ。やっぱド変態だったか。でそういう変な写真は一枚もないんでね、純粋なやつなんでしょう、健全な。なんかない、奥とか行けそうじゃない。行けないっぽいね。いや、明らかになんか声聞こえるぞ。どこに行けばいいんだ。そして俺は完全に迷いましたね。こんなに狭い家の中で迷うって、もはや天才かもしんない、迷いの。なんか光ってない、開くのかここ。開かない、開かない扉多いね。2階上がるか。あ、光ってる。おっか、開いた。怪しい、なになになに。お、お、来た、着いた。え、これお風呂、え、広くないこのお風呂、なんだこれ、めっちゃいい家じゃん。びっくりした、なに、え、怖い、開けんの怖い。うっ、あぶー、普通だった。このシーンなんだよ。うわー、びっくりした、くっそー、びっくりした。なんなんだよもう。え、心臓あるかな俺。え、もうこれいけ、ほんとやだ俺、このゲームほんとやだ。見つけたけど、もう急に来る系怖い。あ、ここまではカットなんだね。オッケーオッケー、ナーイス、匠の技ですねこれが、まさに。オープン。どうもありがとう、今週もよろしく。誰だこいつ。うわー。あいつ、そう、脅かしやがって。今の何、大丈夫、あいつを勝ってなんか超おとなしくさせたい。お手とかさせたいわ。すげえ、なんか従わせたい。あの、さっきの動物。お前も大人になれる。いいね、みんな入ってきたね。何もの足元。これのどこがあったかいって言うんだよ。寒そうだね、明らかに。中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。さ、最近は落ち着いたんだよね。ああ、へえ。いや、みんな元気か。やっほー。よう、はい、久しぶり。まあくつろいでくれよ。ああ、そうする。みんな集まったね、いい感じに。更新された。なになに、いきなりこういうの見せつけてくるやつ、俺もマジ許せねえ。信じらんない、気持ち悪いんだけど。まさか顔ごと飲み込むつもり。エミリー、私が来たからって見え見えすぎるんだけど。あんたのものに興味ある人なんかいないわよ。あれね、今なんか言った。ああ残念。なあ、ギスギスしてる。聞こえなかった。自分が振られたからって超感じ悪い。ああ、大勢の中の一人になれたってことね。おめでとう、よかったね。ハイスクールクイーンに何言っても無駄よ。こいつの選択が来るんかい。なだめる、落ち着け。エミリー、よせ。あんたは黙ってて。マヌケ男は引っ込んでな。ちょっとあんた、ボロクソ言われんじゃん。マットをいじめていいのは自分だけ。あんただけのおもちゃってこと。あんたほんと最低。あっそう、あんたが何考えようとどうでもいい。少なくとも私は学年トップ。あんたはせいぜい体でも張って仕事探せば。私には美貌っていう味方がついてるから成績なんて関係ないし。やめてよ。そんなお尻じゃ腐ったパンも買えないんじゃないの。本気で言ってる？それで侮辱してるつもり？あの女ラリっちゃってるんじゃない？かわいそう。こいつ、こいつの選択来るのすげえかわいそう。しかもこの顔で余計かわいそうになるわ。でも斜めよう。俺はどうしても並べる。やめろ、もういいだろう、こんな意味のない喧嘩。正論言ってるよ。エミリー、元彼のことでなんで私に喧嘩売ってくるわけ。やめろ、俺たち喧嘩するために来たわけじゃないだろう。こんなはずじゃ。そう、
な、10分も仲良くできないようなら一旦頭を冷やした方がいいかもな。マイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。ああ、分かった。なあ、行くか。あの女がいないならどこでも。その道を上がったところだ。ギスギスしてるね、嫌な感じ。ああ、じゃあジョッシュ、あ、火でもつけるか。あれ、バッグは。え、バッグよ、ほら、ピンクの柄の小さなバッグ、ロデオで買ったやつ。マット、ね、聞いてる。やだ、ちょっと覚えてないの。私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。あなたレジの子に見取りで棚を倒しちゃったでしょ。あれは、あの子がスタジャンのことを聞いてくるもんだから。彼女はあなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。俺のジャケット嫌いなの。マット、私のバッグ。おい、エミリー、どうせ嫌いじゃないけどダサいよ。私がバッグを忘れると思う。いや、どうなの。あ、いや、あなたがケーブルカーの駅に置いてきたのよ。行こうよね、すぐだから。その後は温めてあげるわ。お、よし、なにこいつ、ツンデレかよ。完全にツンデレじゃねえかよ。喧嘩した後に飴とムチですね。私はお風呂入ってくる。お、見せてくれ。誰を動かすんだろう次。バッグを取りに行くのかな。ああ、追放か。あ、警報回帰か。やり放題じゃん。あ、違う望むところだ。別れた二人か。寒い、このコテージってどんだけ遠いとこにあるわけ。そのコテージだけど、見たことがないくらいロマンチックで超居心地のいいところって話だぜ。本当にたどり着ければね。運が向いてきた気がするんだよな。うまくいったら私がご褒美あげちゃおうかな。役者さん方、お届け物です。役者？観客になるぜ。あ、最低。さっきは追い出しちゃって悪かったな。気にすんな、お前ら二人ならいろいろ楽しめそうだしな。いろいろね。あんたはあいつら庶民と。ああお、忘れてた、足元が見えるように発電機を動かしとけよ。かなり暗いからな。ああ、分かった。オッケー。ジョッシュってば、私に気があるんじゃない。そう、せっかくだから誘う。え、いいの。はあ、ダメだ。こいつら、この女の、この女のクズさ好き。クズさ好きです、そういう。そういう、なんていうのかな、その感じ。いや、いいと思うよ。てか、ホラーゲームで発電機を動かす確率高くない？大概俺発電機動かしてるわ。うん。ということで行きましょう。女の人が、なんかいろいろ楽しめるらしいんで。なにこれ。ねえ、マイク、写真撮る？いいじゃん、撮ろうぜ。うわ、リア充っぽい。フェイスブックにあげるんだろ、ツイッターじゃなくて。リア充ツールだからな、フェイスブック。あ、俺撮るんだ。この女の人だけでいいよ。うん。お前は映らなくていいから、ここら辺で。おい。よし。それでいいんかい。悪くないけど、次は私に撮らせてね。ああ、いいよ。でも、言っとくけど、自分たちにカメラ向けて撮るのって意外と難しいんだぜ。うん、下手くそすぎたけどね。行こうよ、早くコテージを見たいの。行こう。男の人じゃなくて女の人を動かしたいな。なんか気分的に。ちょっと寒すぎるんだ。寒すぎる。あ、ミスター R1 押しちゃった。コテージに向かい。あ、目標出るんだね。俺に任せて。何を任せるわけ。まあ、いくつかアイディアがあるんだ。お、あ、待って、丸が出た。ずいぶんほったらかしにされてたんだな、もったいない。もったいないよね、こんないい家。確かに。まあでも殺人事件っていうか、行方不明者が出たらあんま近寄らないよね、みんな。あと、なんかいるっていう噂なんでしょう。まあいるんだし、実際息の荒い変態が。待って、何、どうした、冷めるか。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーってほんとバカだよね。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。どうしよう。でもエミリー今ここにいないから、やっぱいないし、彼女だから、やっぱそこは同意するべきだよね、普通に。だって気があるのかって思うもんね、反対したら。エミリーは君を毛嫌いしてる。へえ、そうなの。すんごいジェラシーだ。いい君。
今の間違いだったかな、なんかドゥーンってなったけど、なんなんだろう一体。なんか右にも曲がれるぞ。待って、これ多分先にこういう先にある方を調べた方がいい絶対。開かないんでしょ多分。うん。カラッカラに乾ききってるな。なるほどね。発電機が。発電機だね。あ待ってみて。じゃこの走るボタンと早歩きするボタンと間違えてさ、R1 を押してしまう。ごめんなさい。こっちに発電機があると。ほんといいとこだな、これ。なんだろう、このいい感じ。ディズニー感あるね。あ、トーテムじゃね？これまさか。まあ、発電機。ああ、わかった。何？うわ！誰？警告のトーテム。やばいやばいやばい。なんか今ぶん殴られたぞ。なんか、プロレスラーみたいなやつに。え、プロレスやってんのかな、もしかして。このゲーム、プロレスのゲーム？発電機どこだ？あったあった。よし。さてと。よいしょ。電源を入れ。どうだ？全部俺にやらせるね、このゲーム。いいね。超臨場感出るわ。オッケー。わお、まるで魔法ね。うわ、魔法小学校の先生みたいなやついたぞ、今。明らかにボルデモードいたぞ。ボルデモードじゃない、なんだっけ、あいつ。わかんない、あの校長先生なんだっけ。ダンブルドア、ダンブルドアが見てたぞこっちを。怖くないこのゲーム、マジで。急にバッてくるね。大丈夫、外出て。こいつら真っ先に死にそう。お楽しみタイム見てから 死んでほしいな。いや、死んだらダメだよ。よし、これでバッチリだ。バッチリだ。すごくいいでしょ。ああ、ほんとこれ最高ねえでしょ。すごくお尻しか見てないな。気をつけろよ、ほんとに。何？あー、俺が動かすな。俺が動かすな。なんか今変に不自然に動いたなって思ったら。そうは見えないけど。興奮するわけねえだろ。してるさ。ちょっとした冒険だね。な、冒険には興奮してるよ。外で。やめて、ほんとに。結構そっち系の下ネタをバンバン挟んでくるゲームなんだね。面白い。好きです。あー、めっちゃここいいな。ここめっちゃ普通に歩きて。殺人鬼がいなかったらな、とてもいいんだけどな。警察のだ。何？あの事件の。おお、ここにも貼ってるんだ。まあ、怖いね。捜査はまだ続いてるらしい。なんかゾッとしてきた。うん。敬意を払う。まあ、二人がどこにいようと、きっと俺らの思いを感じてくれてる。何言ってんだこいつ。すごくポジティブだね。声マーかよ。ポエマーかよ、マジで。うん、行こう。でもなんか明るいよね、割と。そんなに真っ暗ってわけでもないんだね。それがいいですね。そしておしゃれ。落ち着ける。何？今の聞こえた？確かに。何？何か音が。嘘。急展開。流れ変わったぞ。待て待て、行かない方がいいんじゃない？帰った方がいいだろう。さあ、何？道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。あの古臭い不気味なロッジに戻ってエミリーとホットチョコを飲むなんて絶対嫌だから。いいじゃん、ホットチョコ。ああ、嘘。です。大丈夫？そう。おい、ジェシカ。うん、私は大丈夫よ。もう、強いな。ビビったじゃねえか。私だって怖かった。頭とか打ってない。嫌な予感する。見えないけど今のところちゃんと手足はくっついてる。オッケー、よかった。出られそう？ああ、どうかな。ここ暗すぎて何も見えないよ。男も降りた方がいいんじゃない？降りるだろ。カート押すんだ。いや、降りるだろ普通に。よし、そっち行くから、じっとしてろ。うわあ。危ねえ、今降りてなかったら死んでた？こいつ危ない。重い。早く行った方がいいんじゃない？後ろ来てるから。なんかうら、よし。一緒に埋めくとこ想像したけど
こんなんじゃなかったね。一緒にうめくところって。何言ってんだ、後ろついてきてるよ。明らかに。大丈夫？ここ何これ。何か掘ってたところみたいな。ちょっと先を急ごう。早く行った方がいい、こういうとこ。何？何何何何何が来んの？おーおーおー、三角、危ね。これ結構来るね。何なの？突然ボタンを押すボタンが。もうやだ。ねえ大丈夫？ああ、なんとか大丈夫だ。今のってもしかして三角押せてなかったら死んでたのかな、こいつ。トロッコに引かれて。まさかね。そんなわけないよね。大丈夫だよ。やだな。なんかここ気味悪い。いや、ほんと気味悪い。ゾクゾクする。リラックスできるように。それはどっちの意味で？優しくしてやろうか。あ、またトーテムだ。着くまで取っといてよ。こいつ生きて帰れんの？は？え？あ、でも幸運のトーテムだ。え、なんかちょっと服が大胆だった今の人。なになになに、丸。あー、トーテム調べる。なんか後ろ通ったよね、明らかに。え、どっち行けばいいのこれ。こっちか、こっちか。よしよしよし、行きましょう。なんか見てるけど、女の子が。あ、出られそうじゃない外に。よしよしよし。ほんと不気味なとこだな。絶対空気悪いよ、ここ。普通はガスマスクとか必要なんじゃね。うわっ、危な。大丈夫？うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。よし、早く出ようよって言って、こうゆっくり歩いていくあたり好きです。待って、なんか光ってる。見逃さないよ。お、地図だ。手がかりを発見。危険箇所。危ないところだぜ。それだけか。今の危険箇所を見とくことでなんか物語が変わったりもするのかな。そんな気がするわ。よしよしよし、ゆっくり。頭気をつけて、当たるなよ。大丈夫。やった。お、いい、出れた。普通にやった。何事もなく出れたんだけど、後ろは追われてたけど、ストーカーに。よかった。どこだ、でここは。こっちか。よしよしよし、よくわかるね。こっち何、これ気になったんだけど。あ、調べらんないな、もう。上がりましょう。それにしてもいいとこだな。でもこいつらまだ、あれだからな、あいつの正体見てないからな。あいつって誰なんだろう、ほんとに。なんでこいつらをつけてんだろう。すごいじゃない。大統領並みに立派なもの、想像しちゃってた。ふん。ベッドルーム見たら驚くぜ。へぇ、まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい。ねえ、望遠鏡。望遠鏡でこんな話して初めて見た。次に雲、そしてコテ。変なの見ちゃうんじゃない。うわ、どうした。コテージに誰かいる。あ、見ちゃった。え、見ちゃった見ちゃった見ちゃった。どれ、見せて。え、え、嘘、怖い。見たくない俺だって。うわっ。え、え、なに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 、なに今の。どういうこと？まあ、なんか出たよね、明らかに。消えたけど。はぁ、あ、また酒でも飲んでたの？誰もいないぜ。いや、いたけどね、明らかに。そっか。え？なんか怪しい。そしてここ光ってるの俺は気づいてた。ジェス！何？そばを離れるなよ。なんで？アラスカ狼。この看板にクマ出没に注意って書いてあるからね。これ完全にフラグだろ。マイク、超いいこと思いついちゃった。何？クマを探しに行くの。やだが。どう？やです。お願い。おい、そいつはやめておこうぜ。やめとこやめとこ。え、これどうしたらいいのこれ。何？え、双眼鏡やっぱ見るしかないの。あ、下降りれるか。こっちか。
奥行けそう、行けそう。あ、待って、なんか光ってる。 R2 開ける。よし。でもなんか映ってたよね、明らかに双眼鏡に。これかな。もう本当に帰りたいよ俺。実際のところ帰りたいよ。なんか絶対また後ろに見えるんでしょ、どうせそのうち。なんか BGM がやだ。なんか迫ってる、 BGM してる。なになになに。うわっ、なんだよこのゲーム。なんで鳥が出てきただけでそんなにさ、怖い BGM なんの。かっこつけるに決まってんだろ。全然ビビってねえし。求愛に応えただけだ。わお、何でもありね。ああ、ドン引かれた。驚いたよ。ドン引かれましたね。向こう。なんで鳥があんなに怖いんだよ。完全に鹿を意識してたわ。お、いいとこだねこれ。なんだろうこの感じ。本当にディズニーっぽい、なんか。いいね。どんどん行きましょう。どんどん傍中。すいません、今のカットで。うん、今のカットでお願いします。はい。自分でカットしてるんだけど。ったく、ジョッシュの野郎。俺たちをここに送り出す前に片付けとけよな。マジ？なんだ？あなたって意外と文句が多いタイプなの。やばい。いいアイディアある？下がって、ネガティブ君。やめとけ、やめとけ、危ないぞ。おい、カッコつけかよ。ね、またここでもイチャつくのこいつら。顔に何かついてるよ。ほら。もうひでえ。顔面にはひどいだろ。そういうことするのかよ。いない。ジェス。ジェス。ジェス。何これ。サム。何？火をつけるの手伝ってくれないか？私お風呂に入るとこなんだけど。そうか。お風呂タイム見れんの？の手伝ってあげようか。あ、俺も。ナイストライね。俺も手伝うよ。何なの？結構いろいろ場面変わるんだね。あなたの別荘なんだから、お湯の引き方ぐらい分かってるはずよね。返事がない。また別のやつを動かす。さっきの気になるのはどうなったんだろう。でも絶対連れ去られたよね。気になりますね。お風呂に入りたいのか君。なるほど、お湯が出ないと。そして行きましょう。では下に。何今のは何だろう。え、可愛いなこの人。可愛いってか綺麗だな。美しい。こっちかな。怖っ。何このお面。超怖いんだけど。センス。頼むよ。どのくらいかかるの。毛布を使う羽目になるに一票。下降りるか。それじゃ観客のお二人さん、君たちに提案がある。何？いいか、俺の記憶が正しければこのでかい家のどっかにウィジャボードがあったはずだ。ウィジャボード。すごいや、あのウィジャボード。ただの迷信だよ、何も起きやしない。なことないさ、いつもやってたんだから。俺とその。ええ、ジョッシュ、お湯が全然出てこないんだけど、直すつもりはあるの？ああ大丈夫だって。ボイラーに火をつけりゃいい、地下のやつ。怖、地下とか。よし、二人はウィジャボードを探してきてくれ。クリス、なんだよウィジャボードって。なんか宝探しみたいじゃん。わかった、行こう。いいね。全員二人ずつ別行動か。君も一緒に来るかい。全員二人ずつ別行動は危険な香りがするよ。多分絶対リア充いっぱい生まれるわ。もうそれが一番俺恐怖だもん。うん、もうホラーとかよりそれが一番恐怖だわ。もう俺見られない、俺見てられないからね。本当に全員がなんか最終的にカップルになったりしたら、もうカップルもできてんのか。そういえばやだよ俺本当に。まあ行くか、ついていくか。クリスとアシュリーをわざと組ませたの気づいたか。
二人の時間が必要なんじゃないかって思ってね。何ドヤ顔で語ってんだ。褒めようでも一応。いや褒めた。あの二人超お似合いなんだけどな。今頃うまくいってるといいんだけど。ほんのちょっとだけでいいんだ。ほら、一緒になるものを与えてさ、思わずお互い抱きつくような恐怖とか、このまんま放っとくとクリスが来る頃には老人になってるだろう。いいね、そういう友達の気遣い。だからお前は余計なおせっかいだぞ。ゲームが終わって、この物語が終わってくれ、まあ、やってくれ。俺の知らないところで。何、女子。言いたいことがあって。まさかこいつらも。何。みんながここに戻ってきてくれて本当に嬉しいんだ。特に君が来てくれたことが、うん、安心させよう。女子、友達でしょ。ねえ、いつだって力になるから。いい子だ。一緒に乗り越えようよ、みんなで。ああ、楽しんでくれればいいんだ。だろ。何今のドゥーンって音。怖いんだけど。何か変わりそう。地下怖い。そして足元気をつけろ。おう、センキュー。このくらいの階段なら全然楽勝だよ。そうか。でもそういう気遣いね、気遣いができる男、そういうことを女の子を扱いしてあげることが大切って言ってました。誰かが、あ、じっちゃんが、じっちゃんが言ってました。しかも広っ、すごいね。地下に引っ張り込んじゃって悪いな。ああ、お湯を出してくれさえすれば超ご機嫌になるから。まあ、一人でここに来させたりはしないよ。だろ。確かに、なんだか気味が悪いしね。ああ、そうだね。一人で来る場所じゃない。お、何したらいいな、これ。お、なんか光ってる。え、何バット。面白く、真剣。面白くいこう。やっぱりユーモアも大切だと思う。俺は雪の中で野球するのって大変なんじゃないの。いや、冬じゃねえよバカ。夏の時にここに来たんだ。最高に楽しかったぜ。親父に、お袋に、妹たち、家族みんなで一緒に広い芝生の上でマジな試合とかしたんだ。なんか怪しくない？でももう戻れない。これが現実だ。そうだろ。え、怪しいよね今の。このオンボロを直さないと始まらないよな。え、こいつなんかあるだろ絶対。バット、こいつマークしとこう。ねえ、これ持ってくれる？今のは？何？今のって？なあ、手元が見えるよう照らしてくれ。足音したよね。動くな。おい、あ、動いちゃった。照らしてくれよ。待って、ごめんごめん。俺が見えるようにさ、頼む。これコントローラーをね、動かしちゃダメなんだよ。急に来たからさ。なんかドキドキする。やめて。バッて来るんだろ、どうせ。怖い。早くしろ、お前。やったな。オッケーオッケー。それよりこっちが先だ。ボイラーに火をつける前に水圧を上げないといけない。なんだか難しそうだね。いや、すっごく単純さ。あ、そうなの？おお、お前がやるんか。クイッ。あ、すげえ、これも俺がやるんだ。よっと。オッケー。そしてボタン押すと。なんかいた、馬、後ろ、後ろ。今、後ろいたよ。やったな。ハイタッチだ。三角。あ。ごめん。ごめん。遅かった、三角。ごめん。この男に恥かかしちゃった。で、後ろにいた、マジで誰かが。歩いてった。なになに？何がいてもおかしくない凶暴な奴らが。ねえ、やめてよ。ただの冗談だよ。お前マジでビビってただろ。後ろになんかいる。ああ、そのあい、おい、こいつにってことか。後ろになんかいるぜ。いたずら心も大切。ねえ、助手、
本当っぽい。後ろに何かいる。ガチっぽい、ガチっぽい。ガチ誇ろう。引っかかった。見ようとしたでしょ。してないよ。嘘つけ。なあ、俺をビビらすには今の100倍は頑張らないとだぜ。100倍。おお、怖い。あなたも聞こえてるよね。顔引きつったぞ。ジョッシュ、なんだ。なんかリズムもやけに規則的。え、そうか。全然そうは思わないけど。ちょっと調べてくる。いや、心配しよう。一人で喋るの危ない。音の正体確かめた方が。いやよ、いいって。そういうのはしなくて。もしパイプが壊れてたり、ボイラーに問題があったりしたらどうする。ないね。私なら自分のせいで火事でも起きたら嫌だけど。まあ確かに。なんか動物がいるパターンであってくれ。本当に。何何が来んの、何が来んの。怖い。え、止まった。俺が前に蹴ってか。お前ふざけんな、マジで。え、嘘。うわっ。おぉ、なに、ぶつ、なに、だいぶ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 。あぁ、いた。あ、なに、こいつ。こいつ、あいつじゃない。でも、あの友達の悪い。なに、なんで鍵がかかってんの。不審者が入れないようにさ。よぉ、よー、どういうこと。じゃん、見事に引っかかった。お前マジいいね、やるじゃん、さすがだ。どうして、なんでこんなことするかな。映画の小道具がかなりいっぱいあってさ。ならばって、せっかくだし。お前のメガネ真っ二つに割るからな、マジで。冗談でしょ。あなたもグルだったわけいや、そうだったらよかったけど、最高だ。なんだよこれ、マジで。もう死んだと思った。このバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな。ちょっと安心したわ。そんなこと言ってないし、バカだなって言ったでしょ。やっぱりな、怖かったんだろ、認めろよ。いや違うって。どうせちびったんだろ。ジョッシュ、ちょっと安心した。ねえ、ちょっと一体何着てるの。家の中にはいないってことでしょ。ついに天職を見つけた。うん、じゃあ沈黙の誓いを立てるって言って。沈黙の誓い。オッケー。で、例のものは見つけた。じゃじゃーん、見よ、霊界への片道切符だ。私はパスするね。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が映ってる、うん、ってことでバイバイ。あ、それとジョッシュには気をつけてね、企んでるから。さて、お風呂見れるかな。ワクワク。次お風呂だったらいいのにな。あー違う、お前らか。お前らバック取りに行ったんだっけ。ちょっと待っと、すっぽかすつもりじゃないよね。ああ、行くよ。行け行け、二人で行け。よし、待て、なんか光ってるけど、ちょっと待て。 こっちのこっち側行けるか。よし、さっき調べな、最初の方に調べなかったやつ、僕はまだ忘れていません。あちらを取りに行きたいと思います。そこをね、しっかりちゃんと取っていくのがポッキースタイル。僕は一つもアイテムを見逃さない。多分アイテム見逃しまくってる男だけど。頼む、あるよな、まだ。あ、まだ光ってる、まだ光ってる。よし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 、調べよう。吸殻かな。あんたは抜け殻。え、なんか別のもん発見した。吸ってたっけ。私じゃない。実はアシュリーが吸ってた。めっちゃいいもん発見したんじゃない俺。よくわかんないけど、これ絶対犯人のやつだろ。そしてこっち、なんだこれは。この光は何だったの。これがさっき調べようとしたやつ。ないのか。斧のケース、割られている。なるほど、犯人は吸い殻、タバコを吸っていて斧で襲ってくる。違いない、つるっとまるっとお見通しだ。うわ、調べに来てよかった。よし、では行きましょう。山を下ろう。下ろうてか、まあ、ケーブルカー行くか。で、俺この二人ね、なんか仲悪い感じに見えるじゃん、みんな的にも。多分見えると思うんだよ。そして多分実際そんなに仲良くなくて、お、あれ、女がね、あの男を、え、これどっちで、これ、なんか全然違う方来てるの、俺。なんか、この男が、女に完全になんか、なんていうの、完全になんていうの、指示に敷かれてる感あるけど、実はこの男ド M で、
このこういう関係が一番長持ちするんだよ多分。え待って、これ、え待って、迷ったんだけど、え、ここを開けると、オープン、よし、この一つ一つの動作をやらせるのがいいよね。どうぞマダム。あら、ありがとう。どうぞマダム、よし。なんか小屋あるよ、小屋。なんか光ってる。何今の光。こっからでしか光れない。え、消えた、あの光。あ、調べられなくなったんだけど。なんかあったのかな。消えた。あ、なんかある。双眼鏡か。なんか映るんじゃないの、またどうせ変なもんが。やだよ、俺。あ、何も映らなかった。よかった。よし。行こう。あ、待って、光ってる。何？あ、この女の人か。何？同情しよう。優しく行こう、やっぱり。気分はどう？え、何？嫌な喧嘩だったから。ジェスから離れられれば元気になるわよ。少しリラックスしてさ。そう。楽しもうぜ。それが一番。みんながリラックスしてくれればね。でも、うん、ありがとう。おう、気にすんな。いいぞ。下りましょう、下へ下へ。ケーブルカーのとこまでどれくらいあるんだろう。結構遠いのかな。うわっ。オーケー、そうか。何？そうかって何？あ、そっか、発電機の動かしてからライトがついてるとこ、こっちで連動して、その時間帯ってことね。分かった分かった分かった。え、じゃあ悲鳴聞こえるんじゃない、こいつらの。もしかして。だから悲鳴聞こえたじゃん。あれってこいつの悲鳴なんじゃない、もしかして。ねえ、おバカさん、こっちよ。え、本当に？下心を出す。反対する。反対する。この道を外れるのはいいアイディアじゃない気がする。何言ってんの？ビビっちゃって。誰も知らせない。でしょ？え、結局行くんかい？こっちは？こっちは行かないの？じゃあ。あ、こっちも開けれる。よし。変だな、何？開かない？え？強制的に？まあいいや。下心丸出しで行こう。何をしてたの？ごめんね。戻ってきたじゃん。いい子。じゃあ、ついてきて。いい子って何？俺、こういう彼女やだな。こういうのやだな。逆がいいわ、どっちかっていうと。何？何？一緒に来てくれてありがとう。手をもう出れるな。ごめんね。ここで出れるか。いいんだよ。いいんだよ。でも忘れないでくれよな。俺には筋肉とか荷物持ち以外にも価値があるってことをね。証明してみる？喜んで。なになになに？一日中。それ。こいつらマジそれしか考えてないな。猿かよ。かけて。ほら、セクシーに。セクシーにそのじゃねえよ。ゴミ箱かよ。うわ、なんかに見られてるぞ。この視点明らかに見られてる視点だよね。気をつけた方がいいんじゃない。いるよ、右上に。バッて来るよ、バッて。もう分かってる、いいよね。なんかでも来るんだろうなって。なになに。いいね。なんでこいつらライト持ってないんだろう。てか着いたのか。綺麗な眺め。わあ、すげえ。あなたといられて嬉しいわ、マッチョさん。ああ、筋肉だけじゃなくて脳みそだってちゃんとあるんだぜ。私を好きになるぐらいの脳はね。残りはどう？外でするのは好き。何言ってんのこいつら。ここでしたら死ぬからね、マジで。あ、車ね。車だったらいいよ。広いし。勝手にしとけ。ここも十分広いじゃん。何何何、穴が立ってる。ああ、ここじゃダメ、もっといい場所探しましょう。ここじゃ刺激が足りないのかな。他にもたくさんいい場所あるわよ。せっかくテーブル綺麗にしたのに。新車汚い。ほらほら行こうよ。雪積もってんじゃん、めっちゃ。行こう。こういうところは早く行った方がいい。何何止まったの、どうした。ところでバッグに何が入ってんの。私の下着よ、レースフリフリの。
下心を出すここでいらないだろ。ここで急に見たくないの？どうせ脱がすんだぜ。でも見せたいって言ったら大胆になれるし。おお。じゃあ行こうか。ね、俺こんな選択したくないんだけど。なんかどんどんそっち方向に向かってんだけど、このゲーム。どういうこと？俺の想像と全く違う。でもまあいいか。寒そう。左の道もあったけど。何？また選択か。なんか言いそう、また。あ、何も言わない。え、待って。今奥で光ったの見えた。左の道。何かあるんだ。何？崖？飛び降りる？あ、飛び降りちゃった。なんか、待って。どうぞ、マダム。ありがとう。ああ、多分右の道行けないってことなんだろうな、これ。今のは？わからない。多分動物か。なんか、嫌ね。ちょ、びっくりした。走り出すのかと思ったら、なんか RS って書いてあったから。違った。BGM がやだ。さっきもいたしな、明らかに。だって。何この BGM、迫ってきてる、絶対。足跡リアル。何これ。どういう趣味？ねえ。何これ？誰がこんなもの？ああ、さっき通った時はなかった。怪しい。メモかな？何何？取っていいの？ああ。血で書いてある。お帰り？これはクリスか。ジョッシュだな。いや、違うだろ、さすがに。全然面白くないよ。なんか嫌な感じ。なに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 、マット、どうなってんだよ。誰がこんなことを。もう下着のことなんてどうでもよくなってきた。さっさと戻りましょう、うん、どうなった。めっちゃ気になるんだけど。お前か、またお風呂まだ。お前家ボロくなってない？なんかどうしたの？どうした？大丈夫？リストラされた？孤独を恐れている人について君がどう思っているのか教えてほしい。君の声好きだわ。てか孤独を恐れてる人と持っているかね。帽子かぶってる俺。ちょっとずつ俺のなんか全貌が見えてくるね。孤独を恐れている。その通り。そうなのか。はい。なぜなら君のゲームにはあまり反映されていない。違うかね。ほうほう。まさに孤独ではなかったね。確かに二人行動をずっとしてたね。ここで選んだことが多分なるかな。じゃあ今度は顔近い。君が他の人に抱いている感情を掘り下げてみよう。他の人に抱いているか感情。自分や他人のどんなところを大事にしているかということだよ。大事にしているところ。他人と接するときに大切にしているのは忠誠心か誠実さか。ほんほんほん。誠実さかな。ではたとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると。では誠実さと思いやりでは。まあでもやっぱり真面目、全部本当に伝えすぎるのもダメだよね、普通に考えて。だって俺そうだったらもう動画のコメント欄お前滑舌悪いなで終わるからな。なんか思いやりも大切だってことだよ。お、いい万年筆だね。心優しいようだな。ありがとうございます。初めて言われました。あ、何？またしても時間となったようだ。扇風機がある。次回また話そう。オッケー。またな。お前の家だんだんボロくなってんな。最終的にテントとかになるんじゃない？ということでご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。長いパートお疲れ様でした。アンティルドーンの実況プレイはまあこれくらいの長さになるかなって思うんで、ゆっくり見ていただければ嬉しいです。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひこういうことにしてってね。本当に怖いゲームですが楽しいです。ということで次回やっていきましょう。ポッキーでした。バイバイ。